はいどうも、パープンテージ、ェリーグサッカーチャンネルのつつんですと。ということで、今回は地方済み関東サポの、えー、遠征あるあるということでございましてですね、やっていこうと思っております。よろしくお願いいたしますということでございましてですね、まあ、私はですね、まあ、ご存知の方、多いと思うんですけども、九州に住む浦和、えー、レッツサポーターでございますね。だからまあ常に埼玉スタジアムに行けるわけではないという、えー、そんな状況でございます。そんな地方済み関東サポの遠征あるあるということでございまして、 ですねまあ、これ、地方に住んでいる、まあ、これ、関東だけでも、えー、ないんですけれどもね、ちょ,ちょっと離れたところに、自分が応援するクラブ、チームの本拠地があるということでございましてです、ね、そういう方には少し共感をしていただけるんじゃないかと思っておりますけれどもね、本当、一番下に、地方札幌の苦労と楽しみということでございまして、これは多分ね、本当、自分が応援しているひいきのチームが、本当、すぐいつでも行ける場所にある方なら、ちょっとね、分かんない、そういうふうにね、地方から来る人、思ってんだー これ例えばね、こうなんだろうな、まあえー、東京から埼玉に行くとか、えー、神奈川から埼玉とか、神奈川から東京とかじゃなくて、本当に結構離れてる距離ですね、もう本当、えー、九州から東京、えー、沖縄から北海道みたいな、えー、本当に距離のあるサポーターあるあるということでやっていこうと思っております。よろしくお願いいたしますということでございます。まずこちらからやっていきましょうかね、1、えー、つ目、地方住み関東サポあるあるということで、道のり編でございますね、まあ、家から出発編ということになってきて、どこまでやるんだっていう話になってきますけど、 まずです、ね、年に数回のホーム観戦、まあ、ホームといってでもですね、まあ、地元じゃなくて、えー、僕で言うと、まあ、埼玉スタジアムに、えー、なるわけでございますね、まあ、もちろん今はいけません、もちろん九州から、えー、現在出ることができません、っていうかもう県境、県外への移動もやめろと言われている中でございます、ね、もう埼玉なんていけないという話で、えー、ございまして、最後に行ったのがですね ACL 決勝のアルヒラル戦でございますので、まあ、だからほんと丸2年近く、えー、行ってないわけになるんですけれども、大抵、本当、年に数回、まあえー、ゴールデンウィークに大体200 3, 日とか3泊4日とかで行って、あとはまあ7月とかに一旦たん行って、ね、夏場に1回行ってで、あとカップ戦の決勝、これはまああのなんだ浦和レッズがですね、まあ、ルヴァンカップの決勝行かなくても、えー、大抵ルヴァンカップは僕は見に行っておりますけどもね、そして、まあ、そういうことでございます。本当、なかなかです、ね、これっていう時しか行けないわけでございます。本当、この試合に行きたい、こことの対戦カードを見たいということでございまして、1つまあ確認するのがですねこちら、えー、ゴールデンウィークの試合日程の確認、そして、えー、ダービー戦の日程確認、そして 年に数回しか行けないので、対強豪、対ライバル戦狙い勝ちということでございまして、まあ、結果チケット争奪戦だということでございますて、まあ、これゴールデンウィークの試合にての確認でございますね。まず、えゴールデンウィーク、ちょっとね、埼玉スタジアム行きたいなと思って、ちょっと見てみたら、え広島なのみたいな感じで、広島で今年やるのみたいな声、そういう時もありますし、まあどうせゴールデンウィークまとまってこう休みがある時に、まあ、 ちょっとね埼玉スタジアム行きたいなと思っていたんですけれども、しかしまあ、え、埼玉スタジアムでやんねえんだみたいな、ゴールデンウィークなのにみたいな、えー、こっちからしたらゴールデンウィークなのにみたいななってしまうわけでございますね。そして、まあえー、ダービー戦の日程確認、だからこの辺はですね、大体1月のですね、えー、J リーグの年間日程みたいな発表になった時まず見ますね。だから本当、ゴールデンウィークどこでやるんだダービー戦いつだろうみたいな、ここをですね、まず、えー、この J リーグ試合日程が年間の試合日程、対戦カードの発表があったら、えー、確認をするわけでございますね。そしてしてかし、まあ えさっっきも言ったんです対強豪とか対ライバル戦でのえー、ゲームを見に行きたいどうせならやっぱり強いとこライバルとのえー、戦いが見たいということで結果、ですねチケット争奪戦に巻き込まれるわけでございますね。まあ、埼玉スタジアムといえど、ですねなかなかやっぱりこうまあ、ACL は別ですけども、ね、やっぱりこうチケット争奪戦になりやすい、まあ、何年か前の話になります2016年から初めてこのね埼玉ダービー見に行った時もかなりねほんと争奪戦になってなかなかこれ席が取れないんじゃないかみたいな不安にえなったことがあります。そそのの同じ年年ですねルバンカップその年だから 大宮のとのとまあえー、ダービーマッチですねダービーマッチとガンバ大阪とのルヴァンカップ決勝、そして、えー、まあ、忘れたいんですけどもねあの鹿島との CS 決勝でございますね。この3つを2016年、ねえー、見に行ったわけでございますね。本当結構もうあ5年ぐらい前なのかで、でも本当に懐かしい気持ちになるんですけど、その時はだから全部、えー、チケット争奪戦でした、ね、まあダービーも、えー、本当すぐ売り切れになりましたし、えー、ルヴァンカップは J リーグのこうなんか応募みたいなチケットの応募みたいな当たって行くことができまして、ゴールラインに行くことができました。そして、C p s PS は本当に苦労して、まあ、ゲットしたチケットでございまして常にも本当、えー、地方札幌にとって本当ここだというゲームに行きたいからこそチケット争奪に巻き込まれちゃう話になってくるわけでございますねそして現地編ということでございましたチケットが取れましたさあどうやって料亭を組むかっちいう話にはなってくるんですけれども大抵僕はですねまあ、2泊3日とか、えー、3泊4日で食いますねでまあその内訳みたいにはなってくるんですけどもまず1日目ですね1日目はまず九州からの、えー、移動観光になるわけでございますね 大きな空港でいうとますまず、博多駅に行くと、博多駅に JR で向かって、そこから、えー、福岡空港、地下鉄ですね、乗って福岡空港まで行って、そこから、まあえー、東京に着いて、まあ、成田ですけどもね、大抵格安の、えー、あれで行くので、格安ピーチとかで行くので、まあ、大抵成田の方に、えー、降りまして、そこからまあ観光でございますね。1日目は大抵この観光とかで終わりますね。そして2日目、二日目が試合でございますね。現地3時間前とということでで、まあ、極力僕の中本当年に数 1>, 本当にね、1回しか行けない時もありますので、極力スタジアムの中にいたい、まあ、スタジアムの中というか、まあ、スタジアム周辺でございますね、ゲート近辺をうろうろしていきたいというわけでございまして、まあ、大体3時間前からうろうろしておりますね、そしてまあ3日目、3日目はまた旅行でございますね、まあ、旅行中観光でございますけども、また東京を散策するわけでございますね、そしてまあ帰宅、3日目に帰宅というわけでございますね、そして、まあえー、その旅行中でございますけども、まあえー、東京の楽しさにときめくということでございまして、やっぱ東京って、ああ、特別な街なんだなという感じでございます まあ、大抵こんな感じで、上野新宿、渋谷、上野秋葉原、現地みたいな、えー、これ、書いてありますけど、何のこっちゃ中、話になってくるんですけれどまず成田空港から、えー、私は電車で行くわけでございますね、電車で移動して上野駅で降りますね、上野駅で降りて、まあ、大体ここで一泊するときもあります、まあ何時に着くかによるんですけども、夜遅い、本当、最後の、福岡からの最後の便で、えー、東京に向かうときは大抵上野で一泊しますね、でまあまあ、ちょっと時間に余裕があるなという時は、新宿に行って、ルミネーザ吉本でお笑いを見ますね。僕はお笑い大好き でございますね。まずお笑い、漫才やコントを見て、次、渋谷に行きます、ね。じゃあ、渋谷で何するんだ一応話になってくるんですけど渋谷でも僕はお笑いを見るわけでございますね。えー、渋谷、無限大ホールの方で、えー、お笑いを見て、そして、あ、楽しかったな、という感じになって、今度また上野に戻りますね。上野で何するんだいってい、えー、なった時は、次はここでまあ宿泊になるわけでございますね。例えば、ネカフェに泊まるわけでございますけど、例、まあ、えば、ー、上野のネカフェですね。まあ、うん、自由空間に大体僕は、えー、泊まるわけでございますね。自由空間はですね、朝のこのなんだ、食事のメニューがいいと言いますか、パンが出たりと とかねポテトが出たりとかね、本当そこ充実してるわけでございます。あとね、もう自由空間をですね、この自由空間です、ね。個室にロック、鍵がかけれるということでございます。このね、安全面にも配慮している、この本当、えー、一人旅行される方の自由空間、一度お試しくださいという話でございます。これ、僕は別にお金をもらってるわけじゃございません。ネットカフェから、えー、お金、自由空間からお金をもらって話してるわけじゃございませんけども、えー、ということでございますね。で、まあ、もしくは別に別パターンで言うと、まあ、秋葉原に行きますね。まあ、僕は秋葉原、アニメ、まあ、本当とご存知の方多いと思いますがアニメ、漫画、僕大好きで、えー、ございます。秋葉原にね、本当 ついたときはね、この懐かしい匂いと言いますか、ですね帰ってきたディ a s e is my home みたいな感じになってくるんですけど、ただこの秋葉原も最近、まあ、ちょっとコロナの影響で閉店が、えー、続いているということでございまして、まあ、次行ったときですね、ラジカンを果たしてあるのか、僕はちょっとそこが、えー、心配ではなっているんですけれども、そういうことでございます。秋葉原に行って、まあ望こ、あこ町かなの,あのスーパー銭湯、僕がいつも行っているスーパー銭湯がありますので、そこで体を一旦清めて、えー、またこの上野に戻るか、もしくは秋葉原のネ、ね、カフェ自由空間が何かに、えー、泊まるわけでございます。だからこのままん で、だいたいこういう感じで回るよっていう話に、ね、な、えー、ってきて、まあ、大だ今度上野行って、新宿行って、渋谷行って、上野行って、秋葉原行って、あとどこへ行くか、あと竹下通りとか、えー、いって、 たりとか、まあ、たまに本当に時間に余裕があるときは神奈川とかまで、えー、ちょっと足を伸ばしたりとかするわけでございますけれどもね。で、えー、一泊した後に現地へということでございまして、まあこれも試合時間によるんで試合開始時間に、えー、よるんですけど大体ゴールデンウィークだとまあ、2時とか3時の、えー、キックオフになるわけでございますので、もほとんどですね、起きてちょっと朝ごはん食べたもうすぐ行くわけでございますね。そしてまあ現地に着いたら、えー、まあだから浦和で言うとまあ埼玉ですね、一旦浦和駅に降りてもう一回帰ってきましたっていう話でね、あのねあのうなこちゃんに一回、えー、挨拶を してですね今度オフィシャルショップ、まあレッドボルテージでございますけど、えー、ボルテージの方に行って、まあ、大体ユニフォームを、その年のユニフォームを大体僕はこのね、まあ、ボルテージ,ジ現地にいた時き直接買うわけで、えー、ございますね。まあ、もしくはもう 早めにですねもうお正月とかに割と早めにもうユニフォーム買ってしまうときとか、お正月は早いかなえ。とりあえずユニフォーム発表されたとき、まあ結構早めに買うわけで、えー、ございましてですね、まあ、そこで買っていなかったら、まあ、何にせよオフィシャルショップで、えー、グッズを買っていくって話でございますね。大抵しかもここで大体2万とか3万とか僕は、えー、こ,のまああのこのオフィシャルショップだけじゃないんですけども、ね、こう旅行に行ったら大抵お土産とかで2、3万ぐらい僕使うわけで、えー、ございますね。まあ、関東なんでなかなか行うわけに回かですね僕からしたらですね。 合わせたものをここ裏はのですね、こうあの宅急便ですね、黒猫大和さんかなんかに行ってですね、そこでまあ大抵ここまでに買ったお土産を全部詰め込んで、一旦実家に送るわけですよ、実家にえこのね、今まで買った荷物を送って、まあすっきりした気持ちでえスタジアムに行くというわけでございます。これね、結構ね困る人結構多いと思うんですよね、これね、結構ね、荷物とかなってしまって、結局、あ、お土産買ったとか、自分のためにあ、これ買ったとかいろいろ買ってしまうんですけど、これ結構邪魔じゃんっていうと、是非ともですね、これ、宅急便使うと結構便利ですよ。これなかなかか宅急便って。 なんですよねこうわざわざ旅行に行って宅急便使うのかっていう話になってくるんですけど結局最終日には結構な手荷物を持って、えー、飛行機に乗ったりとかめんどくさいので僕はもうほんとある程度たまったらですねほんと1日目2日目ぐらいにもある程度物は買ってですね買い占めて、えー、そこからもう宅急便で送るみたいな感じにして、まあ、極力手荷物少なく移動する派で、えー、ございますけれどもねそしてまあ、えー、ということでこれ現地編でございますね結構ここまでで喋ったもう10分喋ってるのはこれ10分ここまで喋っておりますけれども次でございますね、えー、スタジアム編ということで ここでやっとスタジアムに来たかって話になってくるんですけど、まだまだ終わりませんね。ええー、徒歩が苦ではないということでございまして、まずですね。あのだいたい浦和美園駅に僕は、えー、行くわけで、まあ、浦和美園駅で、まあバス。まあ、浦和駅ですね。浦和駅から、えー、浦和美園までバスで行くか、もしくはまあ、電車、埼玉でなんちゃら鉄道を使って、えー、行くわけでございますけれども。こ この駅からですね、浦味その駅からまあ埼玉スタジアム、大体15分ぐらいですかとこでね、15分ぐらい歩くわけですけど、これが全然苦じゃないわけでございますね、本当ですね、この、えー、朝起きて仕事を職場に行くまでのこの、えー、徒歩の道のと全く同じ感じであるんですけど、まあ、この同じ20分とか15分ではあるんですけど、えー、全く気分が違う、それなんでかっていうと、やっぱりユニフォーム姿の同士に心高ぶるチャンスで、えー、ございます、もちろん九州に住んでいると、浦和レッツのユニフォーム着ている人なんていないんですよね、まあ、もちろん、まあ、それ当たり前ちゃないで たまに阪神のユニフォームを着ている方はいるんですけれども、あの本当に浦和のねこのユニフォームのね方っていないんです、たまにこうあと長崎のビファーレンのユニフォームを着ている方とか、あとアビスパ福岡とか、本当九州のチームのユニフォームを着ている方、本当結構いるんですけれども、まあそういうことでございましてたが、なかなかこ浦和のユニフォームってないわけでございまして、これに本当心高かる、帰ってきた、本当嬉しいという感じがえするわけでございますね。で、次に大抵まあスタジアムについては、周り一周しますね、勝手にいううろうろ、本当にうろしておりますけれどもね、そして、シート張り、シート張りということでございまして、 まあこれたまにガムテープ忘れたりとかするんですけど、まあ、大体北ゴールのとこです北,北門ですね北門北ゲートのところに、えー、まあシートを貼ってでここからまあ勝手にピリつくわけでございますんで、まあ、他の、ね、チーム対戦相手のサポーターをこう見ながらですねもう絶対 に負けんぞとだってこっちは年に数回しか来れない試合なんだから、勝ってもらわんと困るってゅう話でございまして、勝手にピリつくわけで、えー、ございますね。だからこの辺から大体僕の目つきが悪くなるわけでございますね。そして、まあ、スターグルということでございまして、まあ、て大抵のほんとスターグル楽しんで食っ,食って食って食いまくってですね、まあ、お腹いっぱいの状態で、まあ、ゲートが開くわけでございますね。そしてこちらで、えー、ございますね。次が、えー、試合編ということでございまして、まあ、席がないという話でございましてですね、まあ、やっぱりね、さっきも最初の途中で言ったんですけども、やっぱりこうね、 ダービーとか、ダービーとか、まあ注目のゲームね行くわけでございまして、なかなか座席がないという話でございましあここもねあそこもねどこに座ればいいんだみたいな、2016年の鹿島との CS 決勝の時はですね本当、この座席を探すのに、まあ北ゴールラだったんですけど、自由席だったんで、ですねまあ席を見つけるの、本当30分以上歩いたんじゃないかって感じがして、ここがやっぱりね現地慣れしていないところのえ難しさかな感じがしますけれども、ねそしてまあえーゴールキーパー練習かテンションマックスということで、ゴールキーパー出てきて、あそこでゴールキーパーのちゃんと ね歌い始めるとテンションが上がるっていう話でえございますね。そしてまあちゃんと歌える幸せでございますね。本当、やっぱりね僕もねなんだかんだ言ってまあ地元のチームの試合は見に行くこともあるわけでございますね。やっぱりこうスタジアム観戦はえ楽しいわけでございまして、まあ行くわけでございますけど、このえ地元チームのちゃんとは宗教上歌えないっちう話でございます。僕は僕でいうとも浦和レッズという宗教に入ってるわけでえございまして、この宗教上、他のチームの歌歌えませんっていう話でえございますね。そしてまあ2点差だと時間をゆっくりですね。 くるんですけどまぁ、あ、2点差とか3点差とか、えー、つくとですねまあ。ああ もう終わってしまうかーって、ゆっくり進んでくんねえから、もっとスタジアム打たいよって思うんですけど、これがねあれあれ、1点差となれば、はよ終われ、はよ終われ、勝って終わってくれっちゃうらしいでございますこのねまあ時間のテンポにちょっと僕はせかすわけでございますね、本当に。2点差だとね、もうめんどくさい話でございますけど、2点差ぐらいあると、ですねまああ,あ、もうちょっと痛いなって気持ちになります。1点差、はい時間進め、はよ終わってくれっていう感じになってしまうと、なかなかこのね矛盾した気持ちといいますか、これがまあ試合展開でえ変わってくるっちゃうらしいでございますそしてまあ負けた時の気持ち、これ結構ね、言われるんです。 になってくるわけでございますねこれね結構職場の人からも、えー、言われるんですよねこの ね、せっかくね、あんた年に1回とか2回しか行けない、この関東での好きなチームの応援って、負けてどうすんのみたいな、え、な負けたとか、もうお金もったいねとか言われるわけなんですけども、いや、そういうこと全く思わないわけでございますね、もちろん勝てばね、嬉しいんです、勝ったら一番いいんですけど、負けたいとか引き分けとかしても悔しさは、確かに悔しさはあるんですけども、<え>いや、まあ、そうねって、まあ、スタジアム、せっかく来れたし、こうやって、ね、みんなで声出して歌えたし、まあまあまあみたいな感じで、正直、割と落ち着いてるちゃなスで,でございますむしろこうテレビ観戦の方が 負けた時のこの悔しさちのあるわけでございます、実はですけれどもね、まあ、もちろん,あのん鹿,島鹿島との何回も言いますけれどもね、えー、鹿島との CS 決勝と、あと去年、か一昨年か、一昨年か、ACL のアルヒラル戦ですね、ACL セカンドレグのアルヒラル戦で負けた時は、本当、これはもう、すんごい脱力感ありましたけれども、まあ、それ以外の試合で、まあ、仮に負けたりとか、引き分けに終わっても、まあうんまあまあまあ、まあ、スタジアム来れるだけで、本当、これは幸せだったなって、僕は前向きに取れるわけなんですね、僕はですね、本当、あくまで僕はですね、 までえ僕はです、ね、負けて引き分けとかなってもまあまたいつかね来ようかなまあ楽しかった、楽しかったって思えるんですけど、しかし今周りから売られてサポーターにヤジがこえてくるわけですね。何やってんだよでもうこれ,、まあ、のこれ何やってんだよって言いたい気持ちは分かるんですけども、これまあ地方住みでなかなか来れない僕からしたらですねまあ、叱咤激励の厳しい言葉を選手に向けるよりもまあまあまあみたいな感じで帰りたいのでそこはねちょっと違うんですけども、まあえー、周りは結構ヤジが飛んだりとかするわけでございますけど、まあ、そこはやっぱりちょっっとねそこはやっぱりた、ね、あのー、地方住みと、えー、そのまあ、現地に住んでいる、現地近くに住 住んでる方のまあ温度差はもちろんあると思いますけどもしかしまあんただやっぱりこう1試合にかける思いというのはやっぱり違うわけでございますやっぱりねまあ違ってたあれかもしれませんけど特にやっぱりね地方住み年に1回2回しか来れないからこそ買ってくれちょっと別の思いがやっぱりえ地方住みありますという話でございますねそしてまあえここには書いていないんですけどもねまあ書いていないんですけど書き忘れたとっった方がえ正しいんですが書き忘れていました申し訳ございませんえ書き忘れていたんですけど大抵この試合前後には試合の前日かもしくはえ試合の翌日には大体大原に行きます僕は 大原の練練習習場にに行ってられてたを見て帰るみたいなな感じになりまますね、まあ、大体そこでサインもらったりとかするんですけどもね、で、あえー、まあまもっと余裕があればですけどね、もっと余裕があればまあ別のチームの応援と応援じゃない、別のチームの試合を見に行ったりとか、えー、します。まあ結構多いのはやっぱりアルディージャの試合を見に行くことが多いですね。やっぱりこう 埼玉に1泊することが多いので、この試合が終わった後ですね、あの埼玉スタジアムから、えー、帰ってきて、でまあ、そのまま東京にまた行ってもいいんですけど、とりあえず試合が終わった後、まあ、埼玉、浦和のです、ね、浦和のあのあ自由空間です、ね、また自由空間に、えー、なってくるんですけど、浦和駅近くの自由空間に1、えー、泊して、まあ、次の日の朝を迎えるわけでございますね。なので、まあ、ここからね、まあ、もちろんね、SC 東京のゲームとか、まあねと関東の方のゲーム見に行ってもいいんですけど、まあまあ、埼玉関東ですけどもね、埼玉関東であるんですけど、それよりまあ比較的移動が楽なもう大宮方面に、えー、ゲームを見に行ったとか、そこは ですねまあ、その浦和レッズの試合の翌日にどこがゲームをやってるのかとかそこは次第になってくるんですけども一番多いのはやっぱりこう浦和の後に行くのは大宮のゲームがなんだかんだ多いのかって感じがしますね今まで大宮の試合も2回か3回ぐらい実はえ見に行ったりとかしていて、まあ、試合の日程とかのまあ都合によるんですけどもなんだかんだやっぱ大宮に行くのが多いのかって感じがえしておりますけどもねはい、えー、ということで試合編以上でございます次最後、えー、最後でございます帰宅編でございますここまでやんのっちゅう話になってくんですけどもまあ、え大体僕は1人で行くわけ でございますねこう途中で行ってなかったんですけど、大抵1人で、まあえー、試合観戦って行くわけでございまして、ですね僕は1人旅全然、えー、苦にならない人でございます。本当、1人旅最高中感じであるんですけども、しかし、まあそれは行きの時だけですね。まあ、行くときはです、ね、やったぜ、やっと試合見に行けるぜっていう感じで、まあ1人でもワクワクするんですけど、帰りの飛行機ではですね、こう特にゴールデンウィーク終わりだと、なんかこうね、近くの家族がこう、ね、座席に座る、飛行機の、まあうん、座席に座る家族がこう、えー、楽しかったねみたいなものを見るなんか心がスーンとなるで、スーンで心が、えー、なるわけでございますね。そして、まあ成田 の不安とといいうことでございますあれちゃんとこれね、間に合うかなみたいな、ちょっと、えー、間に合うかなっあの電車の中で思うわけでございますね。えー、結構、ターミナルも歩くようなみたいな、ほんと、ターミナル歩くなんとかしてほしいんですけどもね、そして、えー、ターミナル移動までは写真に考えさせるあの、ナリタリアンっていうやつですかね、この、えー、ターミナルまでのこの第,か第1から第2、第3かな、行くまでのこの壁のところですね、こう廊下、廊下って言ったらあれか、まあ、えー、移動のところになんかこうね、旅行のこうなんだ世界各国のこうなあるあるじゃないですか、あれです、あれ、あれ,あれがあるわけでこう、あまり、あ、いいな、なんかね、こう、食べ はななんとかであるみたいなこう人生とは何とかであるみたいな、あれ見て、なんか心は、これああ、やっぱ人生って大事にせないかんな、みたいなことを、えー、考えさせるわけでございますね。そして、まあえー、福,岡福岡に帰ってくるとですね、まあえー、福岡ドームですね、PayPay、まあ、ペペドームですかね、今ですね、あのドームがですね、飛行機から見えてくるわけでございます。あれ見て、ほっとするわけですね。ああ、帰ってきたって、あのね、PayPay ペペドーム見て、ああ、帰ってきたんだなっていう感じが、えー、するわけでございますね。そして、そしてまあ、飛行機、無事到着しまして、福岡空港出た先に、まあこのサロンパスですね、右出してますけど、このサロンパスのね、看板を見るとですね、ほんと、ああ、帰って な福岡だなって感じが、えー、するわけでございますこれとこれをホッとするわけでございますねそして改めて思う福岡空港の立地の異常というかでこれね福岡に来た方ならわかると思う飛行機で福岡に来た方ならわかると思うんですけどもあんなね街中ど真ん中にね空港があるってこれ結構ねのレアと思うんですけどもねこれ多分僕もそんなに飛行機で移動ってまあんそんな毎回毎回ねやってるわけじゃないんですけどもこうだいたい空港ってね海の上とか会場とかなんかでちょっと離れたところにあるイメージなんですけど 福岡空港福岡空港って割とですねこの都心のど真ん中にあるわけでございますこて上から見ると異常なく正直に、ね、あ,あそこに空港あるのかみたいなちょっと異常なね,ちょっとね改めて思うとちょっと怖い感じも、えー、するんですけどもねそれでまあとりあえず帰ったラーメン食べて、はい、終わりってう話でございますねまあこれで本当、まあ、僕の、えー、この一人旅でございますけどサッカー観戦旅行のまあ、えー、大体あるあるあるという僕のあるこれだからまあだから最初はですね地方サポーターあるあるみたいな感じで作っていたんですけどよく思うとこれ僕のあるあると言いますか僕のただのね料 を話ししただけけな感じがしますけども少しでも共感してくれる方がいただけたら、いただけたら良かった、いいかなって感じがしますけどもね。はい。えー、というこで以上になりますね。まぁこんな感じで地方サポはですね、えまあ関東の方の遠征と言いますか、での年に1回2回の楽しみを持って行くわけでございますので、そこのですね、まぁ、な,なんて言えばいいのこれて言えばいいか分かりませんけど、まぁこういうまあ苦労とか楽しみがあるという話でございますね。はい。えーと、以上にな以上、パルプンズ・ジェルサッカーチャンネル、常にした方、チャンネル登録よろしくお願いします。さら。